防衛勝利やってきました。陸上自衛官募集ロゴ、これを制作する機関にですね、ぜひご協力いただきたいと思いまして、責任重大だ。山本先生に会いに行くぞ。いいですね、それにしましょう。好きな天気はサニー、今日はレイニー。どうも、やすこです。再び防衛省さんに来ております。ありがとうございます。山本先生にロゴをご依頼してから数週間が経ったんですけれども、ロゴの方はできたんでしょうか。はい、先日ロゴが完成し、本日山本先生にお披露目いただきます。うおー、楽しみです。どんなロゴになってるか、早速山本先生に会いに行きたいと思います。行きましょう。はい、あれ、あ、はい、それ1、1、2、それ1、1、2、それこちらに山本先生がいらっしゃるそうなので、早速行きましょうか。行ってみましょう。はい、うわ、いた。立ってます。意外とラフな格好です。おはようございます。デザイン担当しました山本です。芸人の安子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここは今防衛省ですけれども、はい、来たことはあるんですか。ないです。うわー雰囲気どうですか。もうすごいですね。圧倒されてます。そうですよね、はい、今回ロゴの制作にあたって、最初はどういうご依頼が来たんですか。そうですね、自衛隊の自衛官募集のロゴっていうことで、うん、本来硬いイメージがあるものを、うん、柔らかく伝えるのに自分ポップな作品作ってますんで、うん、はい、声がかかったんだなと思って、うん、自分らしい作品を作ろうと思いました。なるほど、はい、まあ、陸上自衛官といったらこの迷彩服なんですけど、うん、こう先生がこうポップなこうデザインをイメージされるにあたって、うんうん、この迷彩服って先生から見るとこの色味と か、 なんかこうどのようにお感じになられましたか。でも僕も今40代ですけど、うん、20代頃からもう迷彩のこう、うん、ストリートで服で結構流行ってたので、うん、ポップなイメージもありました。はい、かっこいいイメージもあります。うわー、はい、じゃ割と身近だったというか。はい、そうですね、よかったですね、はい、よかったです。それでは完成ロゴのお披露目です。やったー。おー、3つもあります。ついつい楽しくて、はい、3つ作っちゃいました。これはギャラの方は3倍ぜひ。あー、いいねー、ハニー。それでは見ていっていいですか。はい、どうぞ。ドキドキしますね、緊張します。いきます。まず完成ロゴ1つ目、こちら、じゃん。うおー、かわいい。すごいポップな感じで。そうですね、こちらはちょっと自衛隊をイメージして、うん、トラックと戦車と自衛官を、はい、本当だ、デザインして、はい、でちょっと硬いイメージになりすぎないようにちょっとポップな文字にして、うん、本当だ、で平和の象徴である白いハトと、うん、あ、本当だ、はい、でカラフルな文字の色は、うん、自衛隊の、役割とか、隊員、いろんな隊員っていうのをちょっと表現しました。なるほど、しっかり意味がこもって、かつちょっとこう受け入れやすいポップな感じで、ザ・自衛隊、ザ・陸上自衛隊っていうのをこう親しみやすい感じで表現してくださって、すごくこれは現役の心をくすぐりますね。うわー、いい、素敵。やっぱ自衛隊のかっこよさも表現したいなっていう、自分の思いがありました。2つ目の完成ロゴはこちらです。じゃーん。これはですね、うん、JGSDF、うん、ジャパングランドセルフディフェンスフォースの略なんですけども、はい、文字の上を自衛官が歩くようなデザイン で立体的な文字なんで、うん、この立体感を、うん、オフロードの道に例えて、うん、そこを突き進む自衛官とそれを支える自衛官たちを表現しました。素敵な意味がこもってますね。これもう本当にもう心にぐちゃっとこう刺さってくるんですよね。やっぱりこう第一線っていうか、前方ですごい活躍する自衛官もいれば、それを支える自衛官もいるっていう、このなんか様々なこう役割があるっていうの
のを、うん、この一つのこのイラストでこう表現されてるっていうのが本当に素敵だと思います。素敵。そして大堀さんのコメント力高っ。3つ目の先行ロゴはこちらです。じゃーん。おー、女性自衛官ですか。そうですね、はい、はい、これは飛び出る JGSDF のロゴと女性の自衛官があって、うん、はい、その周りにですね、うん、あの自衛隊の役割ですとか、うん、自衛官の思いとかをこう表現してあります。すごい、もうなんかもうこの中にブーツですとか、うん、手袋ですとかスコップとかハンゴーとかもいろいろあって、、はい、すごいもうなんかもうカラフルというかこうなんていうんだかこう広がりを見せてるっていうのがすごい感じられて、多様なこう人材が働いてるっていうのが、結構そう、あの陸上自衛官っていうとこう男性ばっかりっていうか、そういうイメージがこう強いのかなと思うんですけども、うん、こう女性自衛官もこう頑張ってるよっていうのがこのイラストで伝わってすごい嬉しいです、うん、いやー、いい素敵なロゴですね。どれも素敵ですね。うわー、全部いいな。特にお気に入りのはどれですか。はい、そうですね、やっぱ自衛官のかっこよさも、うん、ポップさもあるっていうので、うん、僕はこれですか。うわ、自分はこれかな。かわいいです。私も実はこれなんですよね、はい、こうやはりこう人っていうですかね、陸上自衛隊のこう魅力の一つであるというか、人っていうのがなんかこの絵に全て現れているような気がして、このスコップもまたいいんですよね。これ3つあるんですけど、先行ってことは一つに選ばなきゃいけないんですか。いや、これいい、辛いですね。辛い。どうせ、どれもいいですけど、これどうなっちゃうんだ。全部採用とさせていただくこととかって、はい、きますか。できます。あ、全然使ってください。全部、はい、すごい。もう選べないですね。選べないです。もう選べないです。もう一つ一つ、うん、もうそれぞれに意味があるので、確かに、もうちょっともう選ぶことなんかできない。でもあの、せっかくこんなに素敵なロゴをこのままでちょっと終わらすにはもったいないと思うんですけど、グッズとかどうですか。実は、はい、もう制作を開始しているんです。そうなんですか。そうなんです。知ってました。知ってました。なんで二人だけ。いいな。実は、はい、この可愛らしい、うん、このロゴをシールにプリントしたりとか、めっちゃいい、ボールペンとかノートとかクリアファイルとか、あとは靴下とかです。うわ、靴下は絆創膏とか、もういろんなグッズにですね、手広いな。実は今回、はい、あのグッズのデザインの監修も、さすがです、はい、あのロゴだけじゃなくて、このロゴを生かした、うん、あのこう見栄えの良いグッズになるように、うん、ちょっと監修させていただきます。いいグッズができそうですか。これからです、ね、頑張ります。このグッズなんですけれども、はい、全国の採用窓口である自衛隊地方協力本部というところで様々なイベントをやってるんですけれども、そこに行けばもらえるかもしれませんので、ぜひ皆さん全国の自衛隊地方協力本部が主催をするイベントにご参加いただきたいと思います。いやー、無事に完成してよかったですね。よかったです。うもう山本先生と安子さんのおかげですごく素敵なロゴができたと思いますし、はい、この動画も素敵なものになったと思います。はい、はい、まあ、このロゴなんですけれども、うん、素顔の陸んちゅキャンペーンというところで、うん、陸上自衛官をもっと身近に感じてほしいという思いでこう始めたキャンペーンの一環だったんですけれども、うん、まあ、このキャンペーンに限らず、うん、今後も長い期間、うん、このロゴを使わせていただきたいなと思っております。あ、それありがたいですね、はい、ぜひ使ってください、はい、なんか自衛隊と言ったら、陸上自衛隊と言ったらこれだっていう風に思ってもらえるといいですね、うん、本当にそうです。もう親しみやすいロゴを作っていただいてありがとうございます、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんこれを機にですね、陸上自衛隊について興味を持っていただけたら、私やすこもとっても嬉しいです。はい、私も機会があればまた陸上自衛隊の皆さんとお仕事をさせていただきたいです。それではこれからも陸上自衛隊を応援してください。ありがとうございます。